堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、立花の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この街の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。世良ってのも立花不動産のもんか。いや東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、その世良って男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃまた後でな。
居酒屋おね。待て言うてるやろ。いいよな。すんません。勘弁してください。あ、いったいらっしゃいませ。
ですてめえ泣くの邪魔だ、うん、いや、うん、はい、ああいらっしゃいませ。ありがとうございました。
first match. Kazuma Hiraya versus Manhunter Gondo. First match. Kazuma! Next match. First match. Kazuma Hiraya versus the god, this man. Ready? Fight! Next match.
first match. Azuma! First match. Azuma! Take it out of here!
first match. First snap. First match. Yeah.
first match. First match. First match. Next.
First match. Huh.